小木曽です。木崎です。スポーツの春ですね。え、秋じゃないの？ちょっと前には大谷君が頑張って、見ましたよ。大谷選手に感動しすぎてコスメデコルテ行こうとしてるんですよ。いや、言ってたね。はい、美容男子やめときな。あれをつければ僕も700億円もらえる。言っとっけ、高いよ。あれは高いよ。高いよ。で、今回はですね、皆さんが今スポーツ熱がすごいということで、スポーツのクイズを私が考えてきました。クイズ久しぶりじゃない？罰ゲームありです。うわ、出たよ。はい、何これ。あ、触ってもないですよ。何？怖い。このさ、これが危ないんじゃない？ここが。そういうこと？何？感電しますとか？はい。え？ビリビリリップスティックで。はい、リップだよね。はい。え、口に塗ったらビリビリ？あ、そこまではさすがにね。はい。やってみよう。やってみよう。今画面にチーム名があると思います。あ、はいはいはい。15ぐらいあるけど。4チームだけ。私が架空で作ったチームの名前があります。え、むしろ4チーム？いや、だ確実に分かるやつも確かに中にはあるけど、私1個しかない。これは何？野球？これはサッカーです。サッカーのチーム、本当にあるチームがあって、はい、サッカー知らんな。分かんないな。それをですね、当ててほしい。待って、じゃんけんで、じゃあ先行後攻ってこと、はい、ちょっと先行がいい。私1個しか分かんない、もう。待って、無理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 。最初はグーチョキパッ。あー、行こうでしょ。おい、仲良し。はい、あー、行こうでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。ねえ、じゃあ、ね、お姉さんなんでね。よし、やった。方から先行で。ありがとうございます。年功序列じゃないんですか。すいません、お姉さん、ありがとうございます。名古屋グランパス。イエス。わかる？それ以外知ってんのある？一個はちょっと聞いたことあるから、行きますね。鹿島アントラーズ。どれどれどれ。カシマアントラス。あ、これね。はい。え、待って、もうそれ以外わかんないんだけど。そもそもだって、なんて読む？その真ん中の上のやつとか。サバエグラッシーズ？絶対これ違う。ワイワイ系東京も怪しいんだよ。なんかチャックのさ、会社じゃないですか。企業名とかも結構やっぱチームではありますか。あ、そういうことか。え、待って。これなんて読むの？ソシア？ソシアオークラーズ？ソシガヤ？ソシガヤ？ソシガヤ？いいですか、じゃあ。V テンファーレン長崎。ある。あるよね。あるある。あ、よかったー。うわ、怖っ。ビッグポンド。ビワだね。ビワ。待って待って、どうしよう。4つか、4つないのがあるのね。はい。はい、サガン、トリス。ある。あ、ある。よし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 。これちょっと嘘かと思ってたわ、サガン。ちょっとね、でも、なんか、トリスって使ってくるかなって。ちなみに、サガン、トスです。ちょっとバカが生まれた。なんて言ったの？トリス。トリス？サガン、トス？サガン、トス？あ、サガン、トス？誰？モンテディオ、やばかった。ブラウブリッツ、飽きた。ありそう。ありそう、ありそう、ありそう、ありそう。ブラウブリッツにしよっかな。いわき FC もなんかありそう。ありそう、ありそう、ありそう、ありそう。そう、でもそこら辺でもありそうすぎて、確かに。考えてる可能性ある。これさ、どっちかはさ、絶対嘘じゃん。そう、栃木 SC と、いわき FC。で、これはちょっとね、まだ怖いね。栃木 SC。はい。ブラブリッツ、飽きた。飽きた。ある。イエス！はい。はい。徳島ボルティス。おー、いったね。いける？あー、危ない。減ってきたー。ビッグポンドビワ、ツエーゲン、ちょっとこれさ、いや、ビッグポインド、ビッグポンドビワ、怪しすぎ。怪しい、怪しい。あと、いわき FC と、栃木 SC。でもさ、FC って何？ファンクラブでしょ？でもさ、2つあるの。SC はスペシャルクラブ？あ、なに、じゃあ、木崎ゆりや FC みたいな。あ、FC ありますよね。いわきのファンクラブだからこれ違うんだよ。ファンクラブか。でもファンクラブ2つあるよ。ほんとだね。だから逆にどっちか作ってるのか、両方作ってるのか、両方あるのか。いや、京都サンガ FC も怪しいと思うよ。怪しいよ。なんか盛り込みすぎ。ってことで、安牌行ってみるわ。行ってみる？ YYK 東京。え、そこ？マジ？うっそ。でもありそうだった。東京のチームはちなみにどういうチームがあるんですか？ FC 東京があります。FC あるって。ファンクラブ？ファンクラブ。はい。ツエーゲン金沢。嘘。
あります。あるの？あ、じゃあビッグポンド、ビワ。ありません。あ、ないよね。待って、じゃあ、ないよ。YYK 東京とビッグポンド、ビワ。で、いわきか栃木だよ。サバエグラッシーズは？やったー！確かにおかしいもんね。だから、あともういわきか栃木だ。栃木 SC。ある。あるんだ。え、モンテ、あ、モンテリーの山形。あります。え、待って、え、じゃあオークラーズ？アントラーズ。アントラーズ行った。あ、行ったか。オークラーズ。オークラーズ？おー！え、木崎さん、東京の方ですよね。あ、まあまあ、名古屋の人です、私は。心も体も名古屋。小田急線で、はい。祖師ヶ谷オークラっていう駅、知りません？え、知らない。え、じゃあ木崎さんには、それは、サービス問題？はい。だったってことですか？はい。J リーグは地域名とスポンサー名の組み合わせはダメなんですよ。ちなみに YYK チャックの会社？チャックの会社。おお、やっぱり。そう、よく知ってんね。え、YKK じゃなかった？ YKK かもしれません。え、次。ってことは、はい、待って、これってことは間違えてるわけじゃん。うん、じゃあ、今私一勝で、いっぱいいっぱいです。あ、いっぱいいっぱいね。はい、あ、3人でやるのね。はい、そういうことです。では、2問目です。はい。20個のアメリカのスポーツチームがあります。あ、なるほど。いろんなスポーツ。野球じゃないんだ。はい、全部野球かと思った。野球とバスケに分けてほしいですよ。なるほどね。まあでも明らかにさ、バスケットボール持ってる人がいるから。まあまあそうだね。マー君のヒント。だけど書いてないやつとかもありますもんね。はい。ただ、その中に、はい。2つだけ違うスポーツのチームがあるんですよ。いや、もう私わかるよ。選んだら、もうその時点でアウト。アウトです。仕分けをお願いします。はーい。じゃあ次お姉さんからいきますか。じゃあまずはね、ロサンゼルス、エンゼルスは。いいなぁ。野球ですね。エンゼルス大好き。大谷くんのとこですよね。はい。エンゼルスね。まあ、でも大体さ、野球のバットのやつとかはさ、もう野球だもんな。そうだね。じゃあ僕いきます。はい。ボストン、セルティックス、バスケ。正解。正解。オークランド、アスレチックス、野球。野球っぽい、確かに。聞いたことある。本当。うん。シアトルマリナーズ。マリナーズって。聞いたことあるよね。聞いたことある。うん、マリン。マリンナーズ。なんか違うかも。あ、でも地域で2個とか別にあんのか、野球とかのチームは。あボストンだからって野球じゃないってことにはなるのか。セントルイス、ガージナー。セントルイスが野球。違う。まず絵で分かるやつは潰していけるね。ね。ロサンゼルス・レイカーズ。そうだよね。バスケ。うん。有名じゃないですか、うん、この、結構着てる人多くないですか？確かに。この色合い、ね、見たことある。なんか、私が好きなカバン屋さんとコラボしてた気がする。ブルックリン・ネッツ・バスケ。これは渡辺裕太選手ですね。あの有名な。ニューヨーク・メッツ、野球。おー、これ。もう野球ボールだよね。で言ったらワシントンウィザーズバスケ。おお、結構行きますね。いや、この辺まではね。待ってよ、今8。うん。最近大ハマりしたチャームダンク。チャームダンク、そのチームの、まあ、元になったチームがありますね。その名前とかがとか。あ、ユニフォームとか。ユニフォームがもうまさにそれ。そうなんだ。でもユニフォーム写真ないしな。わかんないな。わかんねえ。もっといいヒントくれないですか。まあ、とりあえず、ちょっと今のヒントはわかんなかったけど、うん、シアトルマリナーズが野球ですよね。マリナーズ。しかもここさ、よく見たら野球のボールのマークだった。ひらきさんにじゃあヒント。はい。マーク。うん。ああ。マークがプレイしてたチームですね。がまだある？あります。まだ私、わかるかも。ヒューストン、アストロズ。が野球？野球。イエス。マー君。関係ない。関係ないよね。マー君。マー君。え、あれじゃない？マー君のやつ。ニューヨークヤンキース行った？行ってないよね。野球？マー君は関係ない。マー君はヤンキース。よっしゃ！ヤンキースか。はい。はい。サクラメントキングス。はい。バスケ。あー、バスケットボールあるね。でもバスケの方が圧倒的に少ないかもね。確かに。ボストン・レッドソックス、うん、野球。よし、まあ確かに靴下的にね。
この長さの靴下は野球の靴下だよね。どうしよう。あのペンギンのやつはもう絶対違う。絶対違う。アイスホッケー。でももう一個がわかんないよね。わかんないよね。でもここら辺怪しくない？サンアントニオスパーズとニューイングランドペイトリオッツのどっちかが怪しいかなと思うんだけど。ミルウォーキーバックス。どっちもありそう。シカゴブルーズはバスケっぽいんだよ。これレストランじゃない？確かにレストランっぽい。シカゴホワイトソックスも言ってないね。言ってない。まあでもさ、バスケホワイトソックスだからね。白い靴下だから分からんよ。じゃあそれあげるよ。え、行こう、前からやめとく。シカゴブルース。はい、どっちですか？バスケ。Yes。 わー、うん、こちらがあの勝負の。待って、むずい。ホワイトソックス行けば。確かにね。でも野球要素ある？ゴールデンステートウォリアーズはなんだ。バスケっぽいけどな。野球なんかイメージ的にこんな爽やかなマークじゃなさそう。シカゴホワイトソックス。野球。よし、やっぱレッドソックスあるから。ソックスソックスでいったね。ソックスソックスでいった。1,2,3。あ、お腹すなし。え、すっごい綺麗な音鳴ったね。ボワインって言った今。ちなみに、はい、もう野球はないです。意外と、うん、いやサイアントニオスパーズもありそうなんだよな。でもこれ何？星、U が星になってるみたいな。じゃあはい、はい、ゴールデンステートウォーリアーズバスケ。わあ、マジか。来た。やばい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 。あと何？4つ待って、2個は、うん、何にも関係ないやつだね。うわ、これ悩ましいね。2個がバスケ、1個がアイスホッケー、1個が違うやつ。アメフトです。アメフト。うわ、それちょっと変わってくるぞ。アメフト。アメフト。アメフトね。あー、アメフトか。多い日出てきた。アメフト。アメフトってさ、でも結構屈強な男たちのイメージじゃん。怪しいのはね、ミルウォーキーバックスなの。いや、バックスちょっと強そうだよね。怪しいよね。だってアメフトってさ、こう、あ、だからどっちかなと思うんだよ。じゃあバスケで、ニューイングランドペイトーリオッツ。違う。いやマジ？だってこれ明らかに違うじゃん。ぽいじゃん。バスケ通じこんなシュートしてないよ。でももっと屈強じゃん。え、じゃあこれがアメフトってこと？じゃあミルウォーキーバックスと、はい、サンアントニオスパーズはバスケ？バスケです。へぇー。ちなみにミルウォーキーバックス、頭、バスケットゴールだ。はい、はい、お疲れ様です。でもさ、これさ、うん。1。まあ1、1じゃん？ 1、1。ここ間を取ってさ、スタッフにさ、ビリビリペン。あ、2問でさ、スタッフがさ、普通3問。そうだよね。しかもさ、そもそも。そう、そもそもだし、あの、さっきの間違えてたじゃん、1個。うん。これはもうさ、出題者としてさ、やってはいけないことじゃん。なんで2問にしたの？よろしくお願いします。はい、大丈夫。じゃあ、スタッフさんお願いします。お疲れ様です。声だけで、リアクションお願いします。痛いよ。テレビ一回閉めてもらっていいですか？なんでだよ。なんで？やれよ。怖いもん。怖いもんじゃないよ。やれよ。これ本当にビビする？知らないよ。自分で買ったんじゃん。買ってきたの。どこで買ったの？ちょ、手でちゃんとこうやって手をさ、こうやってやりながらさ、やって。なに、そこを触ったらってこと？わかった。てか、これを口にうちらに濡らせようとしたの？怖すぎ。最低。怖い。え？壊れてるかも。え？そんなことないでしょ。え、ここ押すんじゃないの？この。あ、危ない。あ、なんかなんか確かにここのね、ここグイってやってみてよ。やってくれよ。あ、壊れてるんじゃん。全然じゃん。はい。ということで。久しぶりのこのなんか企画として成り立ってない感じ。いやな。面白かったですね。意外となんか皆さん冴えてましたね。まあ楽しかったですけど、面白かったですね。やっぱ知らないチームも多いので、勉強になりました。勉強になりましたし、
ぱりスポーツ、ね、まあ、自体は好きなので、うんうん、みんなで応援していこうっていう感じでね、なりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん頑張ってください。スポーツの春楽しみましょう。マー君ファイト。それ前も言ってたよね。私はもう大谷君ファイトです。おい。以上、木曽さんと木崎さんでした。文字壊れてる？文字壊れてる。なんで？なる予定だったの本当に。はい。だってそんなわざわざお金出して。てかじゃあドンキにクレームじゃん。そう。かわいい。なんないなんない。はい。はい。